大盤振る舞いについて吉村調教師にお話を伺います。よろしくお願いします。まずは中間の様子から教えてください。こちらに帰球してからの、1回目の大切りからですね、順調にこちらが思うようにメニューもこなしてくれてますので、本当何も言うことなく来てると思っています。販路での最終追い切りですけれども、ラスト1ハローン12秒1というタイムでした。評価していただけますか？そうですね、2週続けて合わせ馬消化してますので、投手はもうね、単走で確認する程度で十分だと思ってましたので、最後も安城のね、ちょっとしたアクションでスッと反応できてたように、余力を残しつつもしっかり動けてたんで、いい感じで来てるなっていう印象ですね。動きを含めて予定通りといいますか、思った通りの調整ができたという感じでしょうか？そうですね、もう本当、こちらの思った通りでメニューも消化してくれてますので、何の不安もないという感じです。新馬慶応杯と連勝ということになりましたけれども、この2戦を振り返っていただけますか？そうですね、新馬前もやはり追い切りとかでもいい動きしてたので、勝ち負けできるなという手応えではあったんですけども、その通りね、うまく立ち回ってくれて、勝つことができまして、ただ2戦目慶応杯の時はやはりね、G2 ですし2戦目の重賞でしたので、筋量も大きく変わるんでね、どうかなという感じでレースは送り出したんですけど、終わってみればね、本当いい勝ち方してくれてましたので、思った以上に努力があるんだなという印象を受けました。現段階での先生が思うこの馬の良さを教えていただけますか？そうですね、まだね、キャリアも今回3戦目なんで、2戦ともゲートのでも上手ですし、かつ馬込みも苦にしないし折り合いもつきやすいみたいなところは、今の2歳にしてはね、こういいセールスポイントになると思うんですけど、大人びた印象の馬なんですかね？そうですね、普段はね、やっぱりちょっと暴れたりもするんですけどね、走り出したからすごく素直なんで、操縦性も高いと思います。今回は阪神コースに変わりますけれども、この点についてはいかがでしょうか？そうですね、一回もちろん距離も伸びますし、右回りも初めてになるんですけど、右回りに関しても気温差もある馬なんで特に問題ないかと思ってますんで、距離もね、伸びますが、売り合いもつくと思ってますので、こなしてくれると思います。最後になります、今回の見通しを、教えてください。そうですね、2戦目で重賞勝ってくれたように、能力があると、ある馬なんでね、G1 になって、メンバーもまたさらにっと強くなりますけど、ここでもいいレースできると思ってますので、ファンの皆様にもまた応援していただけたらと思います。お願いします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。